犬臭いよね。すごい犬臭いって何だろう、はい、銀杏臭いの。あ、銀杏臭いのかな、はい、犬臭いんじゃないって。窓開けて入れちゃうか。危ない。やりたいんだけどさ、うん、東京ドームシティに行くにはちょっとなんか微妙なんだよね。そっからだったら何、どこに行って遊べればいいの。そのホテルからだったら。あ、で、お台場とか。お台場の何？フジテレビとか。フジテレビで遊ぶの？フジテレビ、インターコンチネル。レインボーブリッジ行ってみるとか。レインボーブリッジで遊ぶとこなんかねえだろ。見に行ってみる。あ、来たの橋だろ。まあでも東京ドームホテルもちょっと泊まってみたいわ。わすごい。あの、私の大好きなアフタヌーンティーがあるところ。東京ドームシティもさ、まあなんか今度新しくなりましたっていうのがあれば。あ、え、やってたじゃん、この間テレビで。うん、それついに東京ドーム、あの湖みたいなとこかわいい。4歳以下は入れないやつがあるから、そこは。パパよくこのくねくねロードで飲み物飲むね。うん、怖いよ。ゆっくり走れば全然問題ない。見えた見えた。ありましたでは、どうぞごゆっくりです。すみません、子供の椅子ってありますか。子供、はい、ちょっとお待ちくださいませ。あ、ピンクと紫がいいんじゃないよ。ピンクと紫と、うん、これね、これ紫、これ今ないとね。はい、じゃあ、ほんと。